ウリンの植生保護区内のヘレナキ下アげハシンハラジャ、森林保護区はスリランカの国立公園の一つである。スリランカのみならず国際的にも重要なもので、1978年にユネスコの生物圏保護区となっただけでなく、1988年に世界遺産リストにも登録された。シンハラジャはライオンの王国を意味する。 スリランカ定地雨林のエコリージョンに属している丘の原生雨林は、その近づきにくさのゆえに、商業的理由による伐採を受けつつも、最悪の事態を免れてきた。森林保護区は、東西2 1トル南北は最大でも7キロメートルという小規模なものだが、樹木、昆虫、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類などの固有種の宝庫である。 鬱蒼と茂った植生のせいで野生生物は容易に見つからない。その点で同じスリランカの国立公園の中でも乾燥地帯にある柔国立公園などとは異なるのである。象はおらず15頭程度の氷が稀に目撃されるもののこの保護区で最もありふれた大型哺乳類は固有種のトラキュピテクスビティアラスである。この保護区で興味深いのは 恐れを知らない飾り王虫や創造新生、ロンやブチメドリに引きられて鳥たちが、混群を作る傾向が見られることである。スリランカに生息する26種の固有種の鳥のうち、生ン三尺、赤顔番犬もどき、生ン番犬といったウリンに生息する固有20種すべてを、この保護区内で見ることができる。爬虫類の固有種としては、グリーンピットバイパーや、ハンプ、 ノーズドバイパーがおり、両生類もアマガイルをはじめとして、非常に多様である。無脊椎動物も、蝶の固有種やヒルなど、数多く生息している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。